どうも、ヤドです。今回もですね、将棋王実況やっていきましょう。さあ、お相手初段の方ですね、右四間飛車左美濃のと、右四間飛車左美濃というですね、劣悪な、悪辣な戦法をですね、まあ、駆使してくるお相手ということでですね、まあ、ちょっとですね、まあ、ちょっと様子見ながら、やっていきたいと思うんですけれども、とりあえずですね、右四間飛車がまず悪辣なんですよ。とりあえず受け方がわかんないっていう。で、左美濃が、硬すぎるんですよ。とにかく攻めても、攻めてもこじ開かないという。まあ、その二つが合わさって、右四間飛車左美濃って、これ最強の戦法ですよね。いや、正直ね、全く対応策がわかんない、戦法の一つでございます。さあ、これ歩ついてきて、さあ、一歩、なるほど。これ、一回銀上がっておいて、まあ、ね、銀で取ってきたところにふーっと置けば、これは問題ないんで、大丈夫だと思うんですけれど、さあ、時間はトントンという感じですね。で、これ角が出てくるから、それに対してなんだよなぁ。それに対して、まあ、大駒は近づいて受けようと言いますが、まあ、ちょっとそういう風にしておいてですね。まあ、これは、歩ついてきたところに、こう、まあ、歩を、ついてですね。まあ、角が取ってますからね。まあ、これでちょっとどうにかするしかないでしょう、という感じでございます。で、これで、銀で取っていって、まあ、駒の損得はないかな、という感じなんですけど、駒の損得はないが、ここに銀打たれて、ちょっと待ってよ。ここにまず銀打って、角どっか行ってほしい。まあ、取ってくるかもしれないけど、取ってきたら取ってきたでっていう感じで。さあ、これで、歩打っといて、歩、突っ込んでくる可能性あるよね、これね。突っ込んで、金と銀交換してこようっていう腹の可能性はありますが、まあ、ここに銀打ちとかやってきて、それはあるね、それはある。そう、それはあるんですよ。それはあるんだけど、一応ね、ここの金打ちとかは飛車が効いてるから効かないよっていう話でもあって、まあ、これはですね、お相手的には、若干この、ね、銀の行き場所に困るんじゃないですかっていう、そういうお話ですね。さあ。あ、だから2枚替えしてくるってことね。2枚替えしてきた方がまだいいでしょうっていう話ね。あ、しまったこれ。あー、これは角で取っちゃいけなかったやつだった。まあ、いいか。まあ、いいか。これで、打っといて、これ竜が死ぬんじゃないですか？うまくいったら。うまくいったら竜殺すことができるかもしれない。はい。これで、銀打っといて、これで竜が死んでるでしょう。ちょっとですね、ここに駒使いすぎで、しかも、ここに歩があるから王様がすごい狭いんだけど、まあそれでも、竜がいなくなってくれるんだったら、それでよしという形にさせてもらいましょう。それで、強者そこか。まあこれはでも歩突きですかね。一回。一回歩突きの、銀打ち。これは角を差し上げる形にはなるけど、別に問題ないんで、香車もらっておいて、で、金で取っておいて、と金作ってくる。一回飛車打っておきますか。ここに金かな ?7 一に金ですかね。あ、で、ないのであれば、一応ここに銀打ちができるんで、桂馬も回収できるっていう寸法ですね。はい。これで、桂馬一回取っといて、で、ここに、両取りの、ふんどしの桂があるっていう、そういう話。そういうお話です。そういうお話に付き合ってくれるかどうかが問題だよね。で、これは、この角って、なんだろう。この角って、まあ、死んではないか。死んではないし、まあ一回ちょっと、ふんどしの刑、やっときますか。ふんどしの刑やっといて、
ふんどしの刑やっといてのここの金打ちで、ですね、かなり迫ってるっていう状態だと思うんだが、王様が切って、ここに、香を打ちますか。はい、ここに歩があるからね、受け駒が桂馬ぐらいしかないんじゃないのっていう感じですね。はい、ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。お疲れ様でした。どうも、ヤードです。今回もですね、将棋ボー実況やっていきたいと思います。さあ、お相手どんな方でしょうか。お前が後手だ。はい、一級の方ですね、玉頭位取りというですね、ちょっと北斗の拳っぽい、画風の劇画的なですね、劇画的なあのアバターとの対戦という、形になってきました。劇画的ですなみたいな、ですな口調のちょっと人になっちゃったんですけど、まあ、そんなことは関係なく取り差しやっていきたいと思います。さあ、今日も京都でですね、楽しくやっていこうと思っておりますので、よろしければチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。さあ、これでですね、まあちょっと棒銀的な流れで、行きまして、で、銀をですね、6筋の方に上がっておいて、この歩はもうね、端歩無視しておきましょう。無視しておいて、いやー、ちょっと無視しない方がいいかな、これ。ちょっとね、端歩は居飛車の税金というだけあって、やっぱりついといた方がいいのかもしれない。ちょっとわかんないですね。はい、これで、一回、角銀交換で駒得成立ですね。駒得成立はでかい。で、これも桂馬取っていって、桂馬取っていって、なっていきますか。はい。角はもう1枚持ってるんで、まあ、この角よりね、これは歩で1回取っておき、角。2分30秒。角ね、これ桂馬跳ねていこうかな。桂馬跳ねていって、まあ無駄駒なんでね、ちょっと使っていきたいっていう話なんですけど、まあそれで、まあこの辺に角打つとか、まあそういう話になってくるかとは思うのだが、ですね、まあ歩打ちかな、一回ここに歩打ちして、まあ金どこ行きますかって案件ですよね。これで銀取れるんで、まあ駒得成立。駒得が成立した上に、まあ、さらに桂打ちかな。さらに桂打ち、はい、していきましょう。で、この金にプレッシャーかけていって、で、はい、そう来たら、ここに銀打っておいて、飛車に、飛車どこ行きますかってお話ですよね。はい、これでですね、かなり、いい線まで来てるんじゃないかなと思います。思いますが、ね、駒がね、一個足らないんだよね。強者があれば、相手詰ますところまで行けそうなんだけど、この歩はすげえ邪魔。この歩はね、めちゃくちゃ邪魔。さあ。いやー、どうしよう。せっかく取った強者だけど、打っとくか。銀もらえた。銀もらえたのはちょっと嬉しい。でもこの銀も、あ、でもやっぱりここで、金上がりか。これで一回追っ払っておいて、この竜を。竜を追っ払っておいて、積み筋に入っていくっていう流れですかね。早くこの桂、成桂をね、捨てたいんだよね。捨てて、金で取ってもらって、7一の地点に角を打ちたいと。いう話なんですけど、これは金上がっとかないと死にますね。はい。あ、それか競馬取ってもよかったな。あ、取ってもよかったじゃん。取った方がよかったな。これはまだ死なない。これまだ死なない。死なないよね。死なないんで、まあこれも歩打つのかちょっと嫌だけど、本当はね、そこ歩とか打っといた方がいいんだと思うんだけど、ちょっとこの金銀とか使いたくないんですよねとかいうこともいろいろあったりして、いろいろあったりしてのこの桂馬取っておきますか。この桂馬取っておいて、
これ死ぬかな、死んでるかな、これ。一回逃げといて、で、さらに逃げといて、これ居飛車の税金がさ、税金払ってないから、今大変なことになってますよね。大変なことになってるんですけど、でも、ちょっとやっぱり相手が重いんで、駒が。これもまだ、詰みじゃないんで、詰めろじゃないんで、多分。これで、詰み筋まであるはず。これ永遠繰り返すやつ、もしかして。はい。これで角打ちで、角打ちで済んでますね。はい、ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。お疲れ様でした。まだまだ厳しいぞ。音楽室の古いピアノに持たれて歌ったねしてる。まだ君のことまだ知らないのになぜか懐かしくて。